ちゃ、こんにちは。ちょっと声が上ずっちゃいましたけれども、いやびっくりしました。興奮してんの？いや興奮です。お興奮に値するだろうな、まあ、値します。山口俊投手が本当に帰ってきます。あんまり興奮しないさ。そんな上ずるほど興奮するか。だって今年その1回目の危機ってあったじゃないですか、うん、戻ってくるんじゃないかって言われていたけれども、取るところがあってジャイアンツ、まあ行ったじゃないですか。まあそうだね、はい、ただもう自身でももう帰ってくるというふうにインスタグラムにも。でもいいよな、はい、勝手にポスティングしてさ、はい、ね、向こうでダメだったら帰ってくるって、気楽なもんだぜみたいな。海外旅行かっていうのは俺は感じがするんだよ。まあでもファンの方、そう思ってる方いやいや多いでしょうね。ね、それだけ金だけもらってみたいな、はい、でまたこう多額の契約で結んでみたいな、はい、で投げてみたいな、うん、いいなぁと思うよ本当に。いやいいなと思う、ま、いやう、ね、一般の人は苦しんでるぞお前。いやそうですよね、コロナで、うん、幸運も何にもしないよ俺は。しませんか。で髪型見た？見ました。んな今流行りのさ、はい、ちょっとメシかなんか入れてるの、白っぽい感じの。だからそんなことしてる場合かって。そうですよね、もう坊主にして帰ってこいって。日本に、まあ、後輩だからね。あそうですよね、一緒に。いやいいやつなんだよこいつ。ああ皆さん言ってましたね、そのメンタルが、メンタルが弱いっていう風に、うん、いいやつなんだよ本当に。まあ挨拶もしっかりできる、はい、ね、だけどやっぱり帰ってくる覚悟を決めたんだったらさ、はい、やっぱ向こうに行った何か一つでもいいから成果っていうのは見たいよね。向こうでは無理でも、はい、こっちに帰ってくるんだからもう精神的にものすごく強くなって帰ってきたとかさ、はい、逃げられない。だって太っちゃった。かなりか逆にさ、はい、悩んで痩せ細って、いや山口帰ってこいって言うんだったらいいよ、はい、ブク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 太ってるわけでしょ、はい、ダメだって。一回絞れって。もう帰ってくるんだしっていうことですよね、うん、でもう最後だよ本当に、ね、最後と思うんだったら、はい、もう巨人で今いないクローザーやった方がいい。経験があるから。先発ではなくて。いやもう先発なんか長いゲームなんか使えないよ。向こうでも6スポ投げてないんだもん今日はかなりご立腹ですけども。いやいや立腹立腹もいいとこだよお前。そうですよね、太りやがって、ま、もう俺も人のこと言えないけどさでも現役ではないですから。いやだから巨人が苦しいから山口に手を差し伸べてるわけ、はい、その恩に応えるためにはお前がクローザーをやらせてくれって、それでピシャッと抑えるぐらいの感じじゃないと、はい、今年の巨人危ないんだよ本当に。いやそうなんですよね。多分山口投手は、まあ、巨人に今権利があるんですかね、そのポスティングで。まあそうだな、ポスティングで出てるからね、はい、一回お伺いを立てて、はい、巨人がいらないって言えばフリーになっちゃうんだけどね、はい、ただこれはもう巨人に入ることはもう結構 100% に近い確率。まあ今ピッチャーがいないからな。そうなんですよね。まあ、巨人時代、まあ、いろんな問題も起こしたけど、はい、ちゃんとした成績を残してな、うん、でポスティングでアメリカ行ってるし、はい、まあ、力は認めてると思うんだよ、うん、だからその力を認めてる部分を裏切らないようにしてほしいな、うん、今度は。そうですよね、うん、で、まあ、早ければ6月とか7月とか、まあ、コロナの影響もあるのでいつ入れるかはまだあれにしても、うん、まあ、早い段階で、まあ、巨人も欲しいでしょうし。で豊さんもおっしゃってた、じゃあ先発ではなくてクローザー。いや俺はね、はい、向こうで投げてる球数っていうのは俺は本当に少ないし、はい、スタミナっていう面ではすごく心配してる、はい、で走らないしね向こうの練習って、はい、まあ、走る人は走るよ、独自でやってる人は独自でやってるけど、山口の、まあ、映し出される風貌だとか、はい、そういうのを見てると、まあ、そんなにこうストイックに追い込んではないよね、うん、だ例えばダルビッシュがもう本当にこう計算して、はい、このトレーニング終わったらこのプロテインとかさ、そういうストイックな、ね、練習とか食べ物を摂取して、それでマウンドに上がって、ね、世界一のピッチャーを目指して投げてるっていうピッチャーではない、うん、はっきり言って、はい、ね、そしたらやっぱり自分の気持ちにまずは問いかけることだよな、これでいいのかっていう、はい、でブクブク太ってるけど大丈夫かみたいな、はい、こんなメッシュみたいな頭で帰っていいのかって、人はどう思うんだみたいな、やっぱそこだよ、やっぱそうですよね、うん、やっぱ正さないと帰ってくるんだったら、
うん、ま、俺はそこは大事なことだと思うよ、うん、まずそこからっていうことでしょうし、うん、あとはだってお前犬みたいなやつ黒沢お前任せられるか、いやなんかあ海外からすごい当初が来たのかなみたいな、うん、なんか中国のあの犬いるじゃん、何ですか、チャウチャウだっけ、あ、チャウ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 じゃなかったけど、こんなブクブク太った犬がいるじゃん、まあいいか、はい、いやだけどそんなんで帰ってきたらダメだっていう、あ、そうですよね、ちゃんとやっぱり今からね、はい、やっぱこうコンディションも整えて、うん、もうユニフォーム着た瞬間その日にベンチに入れるぐらいにしとかないとさ、で、いや僕クローザーやらせてください監督絶対抑えますからっていうぐらいのつもりで帰ってきてほしいな、そうですね、うん、ただですよ、この2年間そんなにすごい投げてるわけではないじゃないですか、メジャーで、うん、じゃあ巨人にいた時ぐらいのパフォーマンスって帰ってきてから見られるんですかね、あ、だからもう帰ってくるって決めたんだったら、うん、そこから練習だよ、向こうでですか、それともこっち、もうどっちでもいいよ、どっちでも飛行機の中でもしてからあれ、それはイメージトレーニングしかできない、もう行ったり来たりしてこいつ何やってんだ、お客様って言われますよね、そうそうそう、言われるけど、もうそのぐらい焦っていいっていうこっちでその一軍で投げる前に若干調整だったりファームとかで投げるっていうことはするんですかね、ちょっとぶっちゃけ、まあ、ちょっとした方がいいよね、それはもちろん、ね、いきなりじゃなくて、はい、ボールも変わってくるしさ、はい、まあ、ボールなんか取り寄せて、はい、日本のボールでキャッチボールすればいいし、はい、でオリンピック期間中があるでしょ、はい、だからそこで調整が効くかもわかんないよね、あ、うまく当たればですね、うまく当たればね、そこにだからまあそこら辺で調整をうまくして、はい、ね、髪も染めて、まあ、巨人に入るんだったらそうでしょうね、坊主からスタートっていうぐらいの意思を見せてほしい、まあ、坊主がいいっていうことじゃないけどさ、はい、まあなんか意気込みとしたらさ、うん、日本人的な発想をすると、はい、やっぱ坊主が気合入ったみたいなさまあそう受けるじゃない、まあ、まあ別に坊主だから気合入ってるっていうわけじゃないけどさ、はい、ね、まあ俺も坊主の時代あったけどさ、はい、別に気合入ってなかったしなそれは別に違うってことですよね、違う違う違う、そこはね、いやだからあの山口には帰ってくるんだったらそのぐらいのね、はい、クローザーをやるぐらいの覚悟で、はい、もう帰ってきてほしいなって思うね、そうですね、うん、そしてもう一人ですよ、豊さん、筒香選手、またブクブクブク太りやがってそんなこともないそんなこともないんですよ、筒香選手は、筒香選手も例えばファンの間では DeNA に帰ってくるんじゃないかとか DeNA がもう取りに行くんじゃないかとか、俺はね帰ってくると思うよ、コンオフですか、うん、いやシーズン中ですか、シーズン中も帰ってくる可能性があるね、それはまあ一回そのファームに落とされたよね、はい、で行き場をなくしてドジャースが手を上げて、はい、まあ、日本のスターなんだからって彼は絶対力があるって言って、まあ、4番を打たせたりだとかしたんだけど、はい、まあ、結果は思わしくない、はい、でなぜドジャースが取ったかっていうと主力が怪我していなかったんだよね、うん、はい、だから誰かこういい人っていうのを探してたらちょうどまあ筒香がまあ首というか、うん、そういう風になった時に手を差し伸べたんだよ、はい、そこでバカバカ打っちゃいいけどさ、うん、だけどあんまり成績も芳しくない、うん、まあ、そうなってくると故障者リストから上がってきてくる選手、うん、これはもうレギュラーがどんどん上がってくるんだよな、はい、そうなってくるとやっぱ枠に入らないんだよね、どう考えても筒香が、うん、そしたらやっぱまたファームなんだよ、はい、そこで2度目のそういう経験で耐えられるかどうかだよね、筒香が、うん、はい、いや俺はもうアメリカで骨をうずめるっていうような腹は据えてないと思うんだよ、やっぱり野球やりたいと思うんだよまだな、はい、でファームじゃなくてやっぱり日の目の浴びるところでやっぱりやりたい、まあ、横浜高校って名門だよね、そこのところで1年から4番を打った男なんだよ、はい、今ものすごく挫折なんだよね、うん、だからこれは彼にとって長い野球人生の中ですごくいい経験をしてると思うけど、うん、俺はやっぱもう帰ってくると思う、ということはドジャースか枠から外れる、で他の球団も取りにくい、いやもう取りにくいよな、行かないってことですね、やっぱ成績が上がってればさ、はい、まだ取るところはあっても、うん、やっぱ1割ちょっとでしょ、はい、そりゃなかなか取らないよ、厳しいですかね、厳しい厳しい、もう、うん、もうそれだったら日本に帰ってきてもいいし、うん、でも向こうの野球を勉強するという、はい、ね、いやこの苦労は一生の中で今しかできないんだって思うとさ、はい、勝手でも苦労してもいいと思うの、うん、で向こうの野球いいところを勉強してもいいと思うよ、うんうん、これは筒香の判断だけど、はい、俺は筒香の性格からすると帰ってくるんじゃないかと思う、となると
っぱり一番有力視されるところはやっぱり DeNA。 もう25番上げてるしな、待ってるってことですよね。そうそう、しかも DeNA だってポスターまでなっちゃったんだよ、ね、待ってるみたいな、待ってるみたいな、っていうことはもう必然的に25番つけるよ、ね、そうですね。しかも DeNA は今ウマ娘って知ってます、アプリのウマ娘めちゃめちゃすごいんですよ、流行ってて。ウマ娘って、あ、まあ、ウマ娘ってあるんですよ、馬を調教してその女の子たちなんですけれども、馬が。で DeNA はそのウマ娘のアプリの運営会社の株を 20% 持ってて、かなり儲かってるんですよ。もう出てたんですよそれが。でも課金制か、もちろんあの一部課金です。なので課金は儲かるけど、はい、一回課金しすぎる子供がいるっつって、はい、あれがダメになったのよ法的に。え、そうなんですか。いや、そうだよ、バリバリ課金できますよ、ジュエルを課金するんですけれどもね。なのでお金も馬育てる。そうなんです、馬というか、まあ、女の子ですよね、 馬っていう系の女の子なんですよ、うん、それですごいお金を今儲けてるので、筒香選手もかなりの多額でまた戻せるってことですよね。多額は払わない。払わない、払うわけないじゃないか、お前他球団に持ってかれるかもとか。いや、それはいいよ、それはそれで、それは愛着がなかったんだなと思うけど、はい、筒香はそんな男じゃないよ。横浜に必ず戻ってくる。戻ってきますか。あの多額じゃなくても戻ってくる、あの男は情、まああるんだ、あいつ寂しがり屋なんだよ意外に。ちょっといやだからみんな、いやまたさね、アメリカ行った知らない人、はい、言葉もわからない、はい、他のチームに行くって考えられるか。だってあそこ行ったら親物大将になっちゃうから、またまあそうですよね、うん、その親物大将選ぶでしょ多分、はい、多分ね寂しがり屋だし、山口投手といい、筒香選手といい、やっぱちょっと寂しがり屋というか。そう、 DeNA はね、うん、寂しがり屋が多いんで寂しがり屋の集まりなんです。だから梶谷も今怪我してるでしょ。そうですよ、多分寂しがってるいや、もう豊さん、はい、3人集めて慰めてあげてください。そうだな、はい、ご馳走してもらおうか何でだから豊さんがご馳走してあげてください、ね、はい、はい。